日本 FX です。本日はスプレッドについて解説をいたします。スプレッドは FX で通貨を売買するときの手数料です。例えば1ドルを日本円で買うとき、アスクが買うときの値段になりますので、100円と294銭。売るときは100円と291銭。つまり1ドルを買ってすぐ売ると、差額の 0.3 銭分損します。この部分が FX 会社の利益となります。スプレッドが安いと言われる DMMFX ですと、スプレッドが 0.3 銭ですが、まあ、一般的な FX 会社の A 社で言うと 2.0 銭、まあ、2円ですね。そうなると、1万ドル買うだけで手数料が DMMFX だと30円。A 社だと200円、差額が170円になります。FX がレバレッジという制度を使って大きな取引をすることになりますので、例えば10倍の10万通貨で取引すると、差額の170円かける10万通貨で1700円の差が出ます。1日何十回も取引する場合が多いのでね、これを考えると、例えば10回取引すると、1日1万7千の大きな差になります。極端な例ですが、365日で計算しますと、年間で620万5千の大きな差になります。やはりですね、勝ってるトレーダー、プロのトレーダーはスプレッドにすごいこだわりますので、ここをどうにかして減らすためにですね、いろいろスプレッドの安い FX 会社さんを調べたりします。日本 FX のですね、ホームページにも一覧表として毎月ですね、最新のスプレッドが載ってますので、こちらで検討していただいて、FX 会社に口座を開いていただけたらと思います。また、複数の FX 会社を利用してですね、私は特に DMM、外為オンライン、YJFX、広瀬通商を口座開いてるんですけど、キャンペーンやですね、そういうものによって、スプレッドって結構頻繁に変わりますので、その月に一番有利な FX 会社を選んで使うようにしています。まあ、口座を開いてますので、資金移動だけして、それで、あとは DMM から、今日は、じゃあ、広瀬通商が安いので使おうという形ですね。お金を移動させて使ったりとかもしています。ぜひ、検討してみてください。本日は以上です。